かです。今回はじゃーん、私が9月に購入したお気に入り紹介をしていきたいと思います。9月はね、9点のメガ割りがあって、9点での購入率がやばかったので、そちらを紹介しながら、なんか最近届いたばっかりのものとかもあって、まだね使ったことないんですけど、紹介しつつちょっとねお気に入りを紹介していきたいと思います。はい、まず9点でなんかね、もうやってないんですけど、1年に4回あるメガ割りセールで購入したのがこちら、AirPods Pro を購入しました。でこれね、3万2000円するんですけど、セールで2万3000円で買いました。あのあれがすごい、周り聞こえんくなるやつ、めっちゃいい。これなんかね、こうやってつけた瞬間ボワーンって言って、もういちいち設定しなくていいんですよ。なんかなんていうの、次、はい、お次はこちら。これね、もう使ってるんですけど、私ねすごいめんどくさがり屋で、化粧水するの本当にめんどくさいんですよ。開けると見えるかな、こんな感じでタプタプに、大量に入ったコットンに化粧水がもう含まれていて、こんな感じで、これをね買ってからすごい楽ちんで、もう化粧水もめんどくさくなくなったし、なんかねこれにもいろいろ種類があって、毛穴とか水分とかあったんですけど、私は保湿タイプを選びました。はい、次、はい、次はクリオのプロパレット02番を購入しました。私ねずっと使っているお気に入りなのが03番を使ってるんですけど、インスタのねコメントでみんな結構多くの方が口揃えて、2番めっちゃ使いやすいですってコメントいただいたので、ちょっとね参考にして買ってみました。比べるとこんな感じです。でメイク商品はちょっとね今研究中なので、ちょっともうちょっとしたら秋冬メイクを出していきたいと思います。次、読み方合ってるかな、ヘラのリップを購入しました。これめっちゃ人気の、今話題のリップですね。今ねつけているリップがこれなんですけど、本当にねちょっと冬につけたいボテッとした超ツルンツルンになるグロスで、ティントなんですよ。しかも伝わるかな、ちょっと実物の方が可愛いな。次、ずっと気になってたこちらもコスメデコルテさんのパウダーを購入してみました。通常ほらここに5000円って書いてあるんですけど、3850円で購入しました。こんな感じでねパウダーつけてもツヤ感が出るんですよ。でコスメデコルテのパウダーはねすごい細かい粒子なんですけど、ラメが入ってるのが特徴的です。パウダーの中でもいろんな色があって、私は11番のちょっと明るめの色を購入しました。めちゃめちゃこの時期マスクしている時期にいいかなと思って購入しました。次、次はめちゃめちゃ気に入っている、これはねお気に入り商品の一つなんですけど、ロム&のグリッターを初めて買ってみました。こちらの肌なじみが良さそうなローズを購入しました。本当に目がうるうるする、もう全体的にっていうよりかは一部にちょっと塗るときに使っています。めっちゃ可愛いよこれ。しかもねこんな感じで筆が細いからすごい描きやすい。次、はい、お次は私が大好きなロム&のチークから新色が出たということで購入しました。めっちゃ可愛くないですかこれ。でロム&のチークのいいところはすごい発色っていうよりもニュアンス感があって、ちょっと薄い感じ今使ってるんですけど、さりげない感じで濃く使っちゃっても塗れるので、めっちゃ大好きです。この色。めっちゃ可愛い。次、はい、どんどん行きましょう。次は 3CE の筆。結構 3CE の筆使ってる人多くて、今回は眉毛の描く筆を購入しました。ちょっとね、眉毛の筆買おうか迷ってる人に言いたいのが、眉頭をこうやって描きたいけど、ちょっと太すぎるから、こうやって横に描いてるんですよ。なので描くとき慎重に描きたい方はもうちょっとちっちゃめの筆を買うことをおすすめします。でも描きやすいでね。なんで眉毛の筆を買うことをおすすめするかというと、なんか鉛筆で例えるとこんなちっちゃい鉛筆でめっちゃね字描くとき難しいじゃないですか。でもね長い鉛筆だったら綺麗に描けるじゃないですか。そういうことです。次はボビーブラウンのアイシャドウをこうちゃんからプレゼントしていただきました。これのね色ついてない白っぽいやつがすごい人気なんですけど、今回はピンクブラウンを選びました。手に取ってつけてみるともっとすごいんですよ。見てこれ、こんな感じですごいキラキラになるんですよ。ラメ好きな方はちょっとね単色のアイシャドウでお高いから買うの迷うんですけど、プレゼントとかにもおすすめだと思います。めっちゃもらって嬉しかったです。次、お次はクレンジングからいきます。これめっ
っちゃ今人気よね。私さ、なんかこれいろんな方が紹介していて、なんかちょっと嘘くさく思ってたんですよ。ぶっちゃけね、今クレンジングを探しているところですってインスタで載せたところ、もうみんながね、ほとんどの人が口揃えて量いいよって言ってたんですよ。もうマジで量使ってから手放せなくなったとか、量を使った瞬間透明感が上がったとか、もうみんなこれ、その時にねちょうどいただいたので今使ってるんですけど、マジでいい。中はね、嬉しいことにスパチュラがついてて、ね、よくねこうやって手で取るやつあるじゃないですか。これね、実はこうやって取るだけで手がね汚れてたりするとすごい中が汚くなったり雑菌が増えたりするんですよ。なのでこんな感じで取って、なすごいね硬そうに見えるんですけど、めっちゃ柔らかくて肌にのせた瞬間じゅわーっととろけるんですよ。これ私一回一回ね、目元は目元用でクレンジングしてたんですけど、拭き取りとかしてたんですけど、これ使うようになってからもう一気に全部取れるようになって、それもねインスタで教えてくれたんですけど、もうマジでみんなが言う通り本当に良かったです。次、はい、お次はなんかね、服系は結構ね今月はいっぱい購入したので、そちらの動画をチェックしてみてください。でそれ以外ね本当に買ってなくて、今回はね小物を購入しました。私サングラスめちゃめちゃ好きなんですけど、顔のね形といい、鼻のね高さといい、似合わないんですよ。はい、で今回サングラス買ったのは、あ、レンズが汚い、ごめんなさい。これね、このサングラスなんですけど、これ ADSR の中でも定番の形なんですけど、これね、このブランドさんのいいところが、日本人の顔に合ったように作られているので、こんな感じで鼻が高く見えたりだったり、あとね、私、めちゃくちゃ似合わない私でも似合うようになっているのが、めっちゃ気に入りました。次！お次は最後、スキンケア編に移りたいと思います。もうこれはね、もう完全にパケ買い。LINE のね、あの可愛いブラウニーちゃんとコラボしたアイテム、全部で4種類を9点で購入してみました。パックを購入しました。これはね、全部でね、6枚入ったパックなんですけど、これの特徴は、ニキビに悩んでる方は、パックするのでも摩擦で抵抗がある方多いと思うんですけど、これね、ガーゼシートなので、肌に優しくてピタッと密着してくれるパックを購入しました。ちょっと待って、しっかりレビューしたいので、ちょっと今からすっぴんになっていきたいと思います。はい、おはようございます。昨日、あの充電がなくなっちゃって、もう撮るのいいやと思って、今日朝、次の日朝、撮ります。お泊まりとかお出かけすること多いので、これを買ってみたんよ。これ見て、ちっちゃいクレンザーからクリームまで入ったやつを買ってみました。これもコラボしとってめっちゃ可愛い。肌のキメを整えてくれるシカエマルジョンとか、あとねめっちゃ有名なシカケアクリーム、1ヶ月前ぐらいにこうちゃんがこれを買ったんですけど、このシカケアクリームを買ってこうちゃんめっちゃじゃあ肌の調子良くなったって、おすすめ。まずシカスキンからやっとこうっと、いっぱい出るかな。あ、なんかトロトロしてるやつ、あ、確かにね、これでいっぱいブワーって出たらブワーって出てしまうからいいね。肌にのせた感じはスッキリする感じです。さーっと言う。次はエマルジョンっていうクリーム、乳液かな、これは。こんな感じで、さっきのねエマルジョンが最後で、シカクリームが化粧水との間に入るみたい。これね、クレンザーと化粧水とか、この有名なシカクリームとか4つ入って1300円、だから気になった方はね、お試しで買ってみるのもいいと思う。ちょっとね、ニキビが気になってる方とか、どうしよう、これもみんなに伝えたいな。ちょっと開けてみようかな。これパック、あのね、開けるとね、こうやって中はこんな感じで液体。じゃあ顔に塗っていきます。めっちゃたっぷりつくよね。はい、10分間経ちました。なんかね、10分間経っても普通のやつは乾燥パリパリするじゃないですか。これはね、めっちゃもちもち、こんな感じで。はい、洗い流してきたんやけど、見えますか？伝わる？これ
伝わるかな、なんかめっちゃ毛穴開いとったんですよ。でもね、毛穴とかね、なんか顔の汚いものを全部取ってくれた感じがして、一気にパンとトーンアップしたよね。トーンアップしたよね、これ。はい、こんな感じで私の9月のお気に入り紹介でした。もう10月になっちゃったけどね、10月も一緒に頑張りましょう。はい、こんな感じで私の9月のお気に入り紹介でした。バイバーイ。だし秋だし、ちょっと読書をしようということで、私は私のままで生きることにしたっていう本を買ってみました。これね、なんかほら、なんか SNS とかでなんか、あ、羨ましいなあの子とか思っちゃったり、なんか人と比べちゃうことがなんかあるじゃないですか。この本はまだね、全部読んでないんですけど、実はSNS でこの本が自己肯定感が上がるとか、1300円で自己肯定感が買える本ってめちゃめちゃ話題になってて、これ私も読みました、めっちゃいいですよねみたいなコメントもすごい良くて、よっしゃ買おうと思って Amazon ですぐポチって今読んでます。でも私文字が嫌いなんですよ。文字嫌いで読むの嫌なんですけど、これは横文字になっててすごい読みやすくて、内容は言えないんですけど、ぜひね、気になった方は時間があった時見てみてください。